マットキャッツの孫です。楽しめそうだね。このポイズンというキャラなんですけれども、波動拳を持っていたりとか、昇竜拳で対空できたりとか、非常に使いやすい性能のキャラとなっております。で、キャラの性質的には高性能なバックステップや、移動速度の速い歩きを持っていたりとか、弾速の遅い飛び道具を持っていたりとかで、ちょっと、チュンリーやローズに近いような感触を受けます。今回ポイズンを使ってみた感想なんですけれども、今回いる新キャラの中で一番使いやすいキャラかなと個人的には思っています。波動拳なり昇竜拳なり、移動する固め技なり使いやすい技が揃っているので、新キャラで何を使うか迷っている方はぜひぜひ使ってみるといいんじゃないでしょうか。ポイズンウィン。